世界最大級の取扱い規模を誇るここ東京都中央卸売市場築地市場。1日の取扱い高1700トン、1日の入場者数42000人。まあ、日本全国多分ほとんどのものは手に入るので、そういうところはやっぱすごいなと思います。いいものを仕入れて、それをいい状態で僕たちに提供して、それがあるから僕たちの商売成り立つんで。2人の料理人は豊富で良質な品々が揃うここ築地市場に信頼を寄せ、日々足を運んでいます。東日本橋2丁目の一角にある和食日本料理店東日本橋門脇。ご主人の門脇慎太郎さんは都内の割烹店で日本を代表する和食の親方に懐石料理を学ぶなど、20年以上の修行を重ね技を磨いてきました。ご自身のお店をここに構えたのは7年前。東日本橋から毎朝築地市場まで通い、仕入れを行っています。最初の1週間ぐらいは週に2回ぐらいにしてたんですけど、2回とか3回ぐらいにしてたんですけど、まあ、毎日行くようになると、まあ、朝顔洗ってっていうのと一緒のような感じですよね。なんかもうそういう生活の一部になるので、買い物が正直ない時も行きますね。台風だろうが雪だろうが行きます。築地市場に買い出しに来る人々のピークは午前6時から7時ごろ。でも門脇さんが仕入れで市場に到着するのは午前8時半過ぎです。あえてこの時間に来るのは、仲卸業者の皆さんが一段落しており、顔を合わせしっかり会話をして買い物ができることが理由の一つです。そろそろ高いけど、市場に入ってきた旬の食材、品物の状態など、さまざまな情報を仕入れ、自分の目で確認します。多分ないでしょ。多分ないけど。わかりました。はい。まだ待ちます。15個ぐらいでもいいよ。わかりました。はい。8月下旬のこの時、食材の状態以外にも、気になっていることがありました。いや本当ないですね。何もないですね。日本に接近上陸した台風の影響が築地市場に入荷する品数に現れていました。門脇さんはいつも通っているお店を回りながら、この日に仕入れるものを検討。仲卸業者の皆さんも馴染みのお客さんに対して少しでも良い品物を確保し対応します。市場の状況の良し悪しにかかわらず、信頼関係を大切に取引を行う仲卸業者と料理人の皆さん、こうした関係は一石一鳥に築けるものではありません。お金がやっぱり現金で払うのと毎日行くのっていうのが多分大きいんだと思います。それは僕らもそうなので、今カードの支払いの方も当然多いですし、まあ、昔はその現金を持っていかないと、要は売り上げないと仕入れに行くお金がないって言って、そんでまた仕入れに行って、でまたっていうのの繰り返しだと思うので、いっぱい買っていただいても多分、まあ、要は請求書でなんとかっていうよりは、毎日細かくても、だからそのトータルの金額が多分少なくても、毎日こう行って毎日お金払って毎日顔を見るっていうのが多分そこも信頼なのかなと思いますね。こうした律儀な思いは確かに仲卸業者の皆さんに伝わっています。儲かるから来てくれるから、もう基本的に嫌いなんだけど、我慢して商売のために売るっていうよりは、毎日お客さんと会話して本当にいい関係で気持ちよく魚を売りたいっていう、それが仲居としてはやっぱり一番いいところです。魚が誰の手に渡るのがいいかを考え、商売を営む仲卸業者の人たち、食材を生かし自慢の一品で食べる人の笑顔を見たい料理人、食材を通して心を通わせ、売り手買い手がお互いに喜びを感じられる取引が築地市場では日常的に行われています。
店に戻って築地で仕入れた四季折々の食材を生かす料理を考え、仕込み調理を行います。この日は10月、門脇さんは旬のカマスを仕入れました。塩焼きですね、カマスはね。ただお刺身でもちょっとたたきみたいに皮目焼くと食べれるので、後でおろして、で残りはそのまま頭付きで取っておいて、まあ、塩焼きで売ろうかな。続いてブリをさばきます。門脇さんの魚のさばき方のこだわりは、きれいに手早く、その味を落とすことなく、見た目も美しく、お客さんに楽しんで食べてもらうことを大切にしています。その僕らがその築地で毎日同じ店行くのと一緒で、お客さんもやっぱり あそこに行くと、ね、美味しいお魚食べれるよとか言っていただけるのが、まあ、僕としては理想なので、そういう店にしていきたいなと思います。この日の夜やってきたお客さんは、門脇さんが築地市場で毎日訪ねる貝類の仲卸業者、渡辺さん親子です。一品目、門脇さんは築地で仕入れた食材を次々と出して皿に盛り付けていきます。見た目鮮やかな築地の食材が詰まったお造り、もちろん渡辺さんの店から仕入れた食材も盛り付けられています。渡辺さんの表情からは、その味に満足していることが伺えます。次にテーブルに運ばれてきたのは、サンマの身と肝を一緒に叩いたサンマの味噌和えです。サンマ釣ったけどな。肝を一回入れたんで、ほとんど肝みたいな。サンマ味噌というか。いいね。お酒の。合うね。創作料理も気に入ったようです。この日来ていた他のお客さんも。そうですね、新鮮な珍しいものを食べられる。うん、ちょっと落ち着いてね、ゆっくり。お酒飲めて美味しいのが食べられる。このようにして料理人の技や工夫が加えられた築地の味が、私たちのもとに届けられています。世界各国の人々に日本の食として認知されている寿司。築地2丁目晴海通り沿いにある越後寿司のご主人、中丸健さんも築地の素材にこだわる料理人の一人です。お店を構えたのは先代のお父さん。中丸さんは18歳の頃から先代とともに築地市場に通っています。今よりもっと混んでましたよね。市について、まあ、荷物持ちみたいな感じで行ったんですけど、まあ、とにかくついていくのは大変でしたね。私も割と歩くのは早いつもりだったんですが、父も早いし、慣れてるからもうすり抜けていくというか、もう押しのけていくというかね、人を1分1秒争ってる、早く帰って仕込みしたいんでね。そういうだからみんなもう殺気立ってる感じでね、ついていくのは大変だったと思ってますね、はい。通い始めておよそ30年、中丸さんは魚はもちろん、わさびや卵など店で使うもののほとんどを築地市場と場外市場で仕入れています。はい、すみません、どうぞ。どうぞ。築地市場には鮮魚、エビ、マグロなどを扱うおよそ560の水産物の仲卸業者があります。料理人は自分の求める食材、価格、魚の扱い方やお店の人との相性など、数あるこだわりの中で自分の納得のいくものを扱う店を探し通っています。必ず必要なものは前日のうちにメール
するんですけど、あの水町さんの場合はやっぱりその日の朝の具合でいい漬物を1点か2点お願いしてる感じなんで、朝来てから相談して聞きます。中丸さんはこれまで先代から贔屓にしてきた業者と付き合いを続けてきましたが、ここ数年で築地市場の状況が変わり、築地の奥深さを感じたそうです。いろいろまあ商売買いされる、あるいはもう廃業される方とかが出てきまして、この半年1年で変えていったんですが、店を変えたことによって良くなってる、つかほとんど良くなってる気がしたんですね。ですから今までそのお付き合いの店が不満があったわけではないんですが、築地はまあ懐が深いなと、非常に今ね、あの日々以前よりかはまあ手間、仕入れに手間がかかってるんですが、楽しみは増えてますかね。はい。仕入れから店へ戻ったらすぐに仕込みを始めます。そうですね、はい。中丸さんは丁寧な包丁運びでこの日仕入れたものをさばいていきます。やっぱり仕入れと仕込みで、あの仕事の僕半分だと思ってるんで、非常にもう、気も使いますし、お寿司を握ることと同じぐらい、あの仕入れと仕込みは大事ですね。だから、その証拠がこの日仕入れたカレイに現れていました。まあ、この魔法カレイを今日買うって決めた後に、あの店の方がこれを閉めてくれたんですね。この閉め方にもよって、もう身の中にすごく血が入っちゃったりとか、はい、そういうことがあるんですね。信頼を寄せる店から良いものを仕入れ、さらに美味しくなるよう自らの技術を加え、お客さんに届ける。この思いに忠実に、中丸さんは仕入れと仕込みを行っています。ね、あそこの店はアナゴが美味しいよ、ここの店は何々が美味しいよってあるけど、それがないのがうちの売りかななんて僕は思ってまして、いや、全て手を抜いてるものがないつもりなんで。この日もテキパキと準備を終え、店は開店しました。親子2代にわたり営業している越後寿司には、古くから通う馴染みのお客さんがいます。ありがとうございます。また今日も綺麗ですね。こちらは築地市場にマグロを卸す会社の方々。会社の先輩に勧められ、越後寿司に通うようになったそうです。はい、まあ、もちろん美味しいあのお魚があって、でやっぱり僕らマグロ屋から見てもやっぱりすごく美味しいマグロがいつもあるんで、あとは仕事でカーッてなった時とかもここに来るとちょっとこうリセットできて、明日から頑張るぞというような力をもらえる、まあ、場所なんですよね僕にとっては。目利きの技、豊富な知識を駆使し品物を選び抜く仲卸の人々、仕入れた食材の味や品質にこだわり、確かな技術でさらに磨きをかける料理人たち、美味しい料理を求めお店に通う人々、皆さんをつないでいるのがここ築地市場なのです。千葉とか静岡とか産直にした方がもっと安く入るんじゃないかとか、そういう話もいろいろあったんですが、日々市場に行くことによって、もうないんだな今日はと納得して、あるいは今日はもうこれは本当にいいんだ、自分で見て仕入れてくるのがやっぱりその築地に日々行く魅力だと思ってますね。もうすごいよくしてくれるし、逆に僕らが本当に通えば親身になって心配してくれたりするので、絆が強いところなので、お互いのその信頼関係の上で成り立つっていうのは、そういうところはやっぱすごいなと思います。それは他の市場にはもしかしたらないのかもしれないですよね。数えきれないほどの取引の中に息づく情熱や誇り、伝統や文化とともに受け継がれてきた妥協のない仕事、それが世界に誇る築地ブランドと言われるゆえんです。